エアコンによる空調の基本について説明します。エアコンによる空調はお部屋の空気を循環させて設定した温度や湿度にする仕組みです。お部屋の空気を循環させるためにはエアコンの風がスムーズに流れるようにすることが大切です。室内機や室外機の吹き出し口、吸い込み口をカーテンや家具などの障害物で塞がないでください。スムーズな風の流れは設定した温度や湿度になるまでの時間を早め省エネにつながります。